せーの。はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日は7月のお気に入り商品っていうのをご紹介していきたいと思います。またもらい物だったりとか、私が新しく購入したりだとかっていう、神々です。購入したりだとかっていう商品たちがたくさんあったので、その中でもお気に入りのものを紹介していこうと思います。それでは早速見ていきたいと思います。でね、お気づきの方いらっしゃるかな、これ新しいカメラなんです。めちゃめちゃコンパクトになって使いやすくなりました。東京に行って買ってまいりました。それでは一つ目はじゃん、このポニーエフェクトのスキンフィットパウダーパクト SPF25 のフェアヘアっていうお色のものです。この間の動画にも登場してきたと思うんですけども、これね結構使ってて良かったです。やっぱりテカリやすい時期になってきたので、まあなんかツヤ肌のメイクっていうのは好きなんですけども、でもやっぱり必要のないテカリっていうのは抑えていきたいので、この季節、7月8月とかにすごく使いやすい商品だなと思いました。で、色もねなんかこうのりすぎず、崩れにくいっていう感じで結構良かったです。2つ目はじゃん、なったこのイニスフリーのカラーコントーカラーコレクティングの3番クリームパープルっていうお色なんですけども、結構やっぱりお肌のくすみが気になる時、やっぱ疲れてる時とかあるんですよね。なのでこの辺とかね、あと今もちょっとこう影になっちゃうんですけど、この辺とかに塗ってあげるとやっぱりその後にファンデーションをのせても生きてくれるというか、すごく影ができにくくなるっていうんですかね、お肌に。なのですごく重宝してる商品になりまして、こういう風に前もね動画で紹介したけど、塗りやすいタイプなのでブラシみたいになってるので、すごく使いやすいっていうのもポイントだなと思いました。では3つ目はじゃん、このウッドバーリーのウルトラ HD スムーディーベルベットティントです。この間の動画に登場したものになります。クラッシーピンクのお色で、今私もつけてるお色になります。で、これはマットなので、この上に今私はグロスを塗ってあげてるんですけども、取れにくいし、あのね使いやすいなって思いました。ただ単に色がすごく使いやすくて、もともとウッドバーリー のクレヨンリップみたいなの持ってたんですけど、それもすごく色味がね絶妙な感じで好きだったので、ピンク系好きな方は1個あってもいいんじゃないって思うような商品になります。それでは4つ目はじゃーん、このイニスフリーのこの間別で動画作ったんですけど、カラークレイマスクなんですね、イニスフリーので、プロデュース101っていうオーディション番組、すごく人気なオーディション番組が韓国であって、でその今年バージョンっていうのかな、男子バージョンが出た時にその子たちが紹介してたものなんですけど、私やっぱりこの辺とか今もそうですけど、トラブルめちゃめちゃ出やすいんですね。特に夏、皮脂の分泌量が多い時に私すごくトラブルができるんですけど、それをちょっと鎮静してくれる効果がやっぱりあるなって思ったのと、まあ、これがシカっていうね鎮静効果も入ってる成分が含まれてるので、これは洗い流しなのでちょっとめんどくさいんですけど、でもやるのとやらないのとではやっぱりちょっと違うなって思いました。お化粧のりとか結構次の日にいい感じになってくれるので好きでした。はい、それでは5つ目は結構もうなくなっちゃうの、最近買ったんだけどね、ハニュルのアリタームで購入しました。ハニュルっていうブランドのピュアアーテミジアフレッシュカーミングウォーターっていうミストなんですよ。で、ミストがかなり細かいっていうのが大好きなポイントで、香りもねすごくいいんですよ。ナチュラルでそこまで強くないけど落ち着く香りがして、とってもいい商品です。で、これねみんなにこう友達とかに貸してあげると、え、これどこのとかってすごい聞かれるようになって、でまたなんだろうな、鎮静効果が入ってるのでトラブルの多い私にはぴったりなミストになります。これお気に入りです。では6つ目は7月のお気に入りはこちら、これも
前の動画で購入品動画でご紹介させていただいたんですけど、ミジャンセンのパーフェクトエッセンス、パーフェクトセラムになります。でこれスタイリング用なんですけど、全然オールドライした髪とか、あとはドライ後の髪にも気軽につけていただけるような感じで、重すぎず軽すぎずで私はすごく好きです。で私の旦那もパーマしてるんですけど、そこにねこう乗せてあげるだけで結構スタイリング効果もあるようで、で髪がツルツルになりながらスタイリングができるってことで、すごく気に入ってました。では、7つ目の7月のお気に入りは、にぎやー、これでちょっと時代遅れなんだけど、去年ぐらいに流行ってるものなんですよ皆さん。それこそプロデュース101の女性バージョン、去年のオーディション番組が開催された時ぐらいにこれが結構ヒットしてたんですけど、私は甘く見て買ってませんでした。これをで100均というかダイソーで500円ぐらいで購入できるんですけど、この威力を今更知りました。意外とすごい強いの。これやってみるね。見える？結構強いわけよ風が。なのですごいちっちゃいさ、前に私が購入だったかもらったことがあったかした、こういうタイプ のミニファンはすごく使い手悪いなって思ってたので、まあ同じだろうと思ってたら、これはめちゃめちゃすごい暑い時にやっぱりちょっとやると涼しくなるし、いいなと思いました。地下鉄待ってる時とかやります。でね、これ折りたたみもできるので、収納にも、収納というかバッグの中に入れておくのもまあ困んないなっていう感じで助かりました。はい、それでは7月のお気に入りの8個目は、まあ、もらい物なんですけど、資生堂のゼンのパフュームのシャワージェルなんですよね。まあパフュームのシャワージェルなんですけど、ゼンって皆さんお分かりかな。私前母がねゼンの香水を使ってたことがあって、その香りはすごくいいなっていう印象があったんですけど、その香りがそのまんまするの、ここで。でね、もうこれで体洗うと至福なんですよ本当に。なんか匂いで癒されるってこういうことだなって思うぐらいで、結構シャワーした後も匂いが続くので、旦那とかすんちゃんとかにねすごい自慢してる別に私だけ使うってわけじゃなくて、すんちゃんも使うんだけど、まあまだ箱開けてそこまで経ってないんですけど、めちゃめちゃフォーリンラブな商品になります。それでは7月のお気に入りの9個目、これがねラストになります。目はなんと私たちペンション経営というかゲストハウスとペンションを経営してるんですけども、チェジュ島で Airbnb っていうサイト、皆さんお分かりですよね。そのサイトを使って一応、まあ、宣伝とかいろいろさせていただいてるんですけど、この Airbnb で私たちがスーパーホストっていう、なんていうのかな、いいサービスを提供してますよっていう、なんかこうレベルみたいのがあるんですけど、それのスーパーホストっていうのに認定されてから1年が過ぎて、で今年なんかね、私たちのインスタグラムで私たちが結婚式を挙げるよっていうのを知ったらしいんですね、 Airbnb の本社が。なのでそこからプレゼントがアメリカから届きました。ひゃーん、この私と旦那の名前入りのハンガーなんです。しかも見て、花嫁と花婿みたいになってて、めちゃめちゃ可愛いの。びっくりした。なんかアメリカからあれが届いたよって言われて、ファックスが届いたよって言われて、え、なんでってなったんですけど、 Airbnb だったんです。これは本当に7月のお気に入りだなって思います。これこそ。なのでそんな感じの、これからまあ日本行ってきてウェディングの準備もそろそろ本格的にスタートしなきゃいけないなっていう時期です。なのでまあウェディング系の動画も多くなるかとは思うんですけども、皆さんお付き合いいただけたら嬉しいです。それではこんな感じの7月のお気に入りでした。楽しんでいただけたら嬉しいです。このチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてインスタグラムと、あとツイッターの方も一応やってるので、ぜひぜひチェックとフォローの方お願いします。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。